佐藤剛の「ヨガテラコヤ」この番組は学びの力で未来をつくる YMC メディカルトレーナーズスクールの提供でお送りいたします。合唱 皆さんこんばんはヨガ講師の佐藤剛です、えー、今夜も佐藤剛のヨガ寺子屋10分間お付き合いお願いいたします、えー、本日もアシスタントは はいはじめです、はい、よろしくお願いいたします本当に毎回ありがとうございます、えー、こちらこそです本当にね1週間いかがでしたか <laughs> 毎週それ聞かないといけなくなって毎週,毎週ですねね、あのスピーカーの向こう側の皆さんは、うん、いかがですかね、一週間があると、うん、いろいろなことがあると思うんですけどね、はい、あの体調はどうですかね熱,熱くなってきてますからね、うん、なかなかあの体調崩しやすい人も あのいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。でえっとまあ、ヨガにまつわる素朴な疑問ね、ヨガの知恵を、えー、使いながら、えー、普段の生活をより快適にしていきましょうということで、はい、この佐藤浩のヨガテラコヤですけども、はじめさんあのこんな話聞いたことありますか。あのヨガすると痩せる。 あれ伝説のれ本当なんですか都市伝説かな、ね、本当かなってねあのヨガやってますっていう方で、ええ、まあもちろん痩せてこう、ええ、いいスタイルいうかスリムな方とかもいますけど、ええ、こう特段別に引き締まってるわけでもなく「えっ、えうんうん、ヨガ おんおんそうですかって思うような方も正直いて <laughs> おんおんいらっしゃるんですよ、ね、でもヨガをやると痩せるよっていうのは聞くんですよねちょっと真偽がですよね、はい、まあやりようによってはっていうところでちょっとまあ理,理屈的な話には今日はあのなるかなと思うんですけども、はい、あの痩せる方向でちょっと話してみますねはい <laughs>、はい、<laughs> ちょっとこじつけになるかもしれないけどもあのぜひ聞いていただくといいと思うんですけども、まあ、そもそもなぜ太ってるのかっていう話でうん うんまあ、その人がまあなんていうか、まあ、太りやすい人太りにくい人いますね、うんうん、で太りやすい人はやっぱり太りやすいんですよ。はいうこれはインドの昔々の本当にまに、あ、ヨガとあの兄弟のような知恵になるんですけどもアイルベーダっていうのはあのー、まあ昔々のなんていうか医学ですね。今でいう、まあ なんていうか予防医学とか統合医療っていうところにま属してくるようなあの知恵になるんですけどもまあここであの大事にするものの一つとしてその人の体質どういうタイプかによってその生活を改めていくことでその人が抱えている体の悩み病気っていうものにまあ対応していきましょうっていうような考えがあるんですね。そこでややっぱり太り太すい人が 太っててしまうようよな生活を続けていくとそれなりにやっぱりねあの脂質が高くなっていってでコレステロール値が高くなりでその結果まああの血管を詰まらせていってなかなかねあの具合の悪いことになっていくんですけどもなんでまあそれはあのその人が私はあ太りやすいから。 こういう食生活をやめてあらこっちの食生活にしていったらいいんじゃないかっていう、うん、まあそういった知恵を、あのー、があの見えてくるのはこのアイルベーダってやつなんですけども、はい、まあそう考えるとやっぱり。 どういうい生活をするかかなっていうその人に合っでまあ痩せやすい人とか太りにくい人はまあこのね痩せるの痩せないのっていうこの今回のテーマに関しては <laughs>、はい、まあどうでもいいかなって話にはなるんですけども <laughs>、はい、どうしても私太っちゃうのっていう人は是非耳をあの本当に開いて聞いていただきたいんですけども、うん、太りやすい人は本当にちょっとでも太るんでね。うんうん、で何をしたら太るかっていうとはっきり言ってしまうと。 食べるってことでですすねねそそうよの代謝量よりも食事量が増えてカロリー摂取カロリーが増えてるってことですもんね。なんで食べた分だけ動けばそれだけあのねの帳尻が合うかっていうと実はそういうことじゃないんですよね。何をどう食べるかどんだけの量をいつ食べるかによってやっぱりその人変わってくる。でただただ食べたくてしょうがないっていうのも分かるんでじゃあまず。 これは本当にあのおすすめなんですけども、はい、これは僕の体験談、はい、僕もあの半分痩せやすい半分太りやすい体質を持ってるんですよ半分、はい、半々なんですよどっちに転ぶかみたいなところがあってうん、うん、である程度いくと太りやすい感じになっていてどん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 あの太っていく方の体を持っていまして、うん、でまあそれもあの小学校の時はあの学年で3本の指に入るデブ<え>うん本当に首もないような。<laughs> まあそういうよういよな今の方が体重軽いんじゃないですか<あ>今かもしれない。<laughs> ひょっとすると。うんうん、本当に背も低く。 一番前で前習いをしながら手を腰に当てて、うん、で、はい、それでいてまるまる太ったあの感じだったんでまあもとそういう体質を持っているんですよね、はい、なんでまあそっちに転んでいくとどんどんのどんどん太っていくようなあの形になるんですけども、うん、なんであのー、まあそれはそれで仕方がないということなんですが、うん、まあ何を食べるかっていうのは最近僕はやってるのがあの発酵食ですね発酵<光>うん発酵食をいただくとこれはお通じ良くなり代謝が良くなり、うん でデトックスの効果がすごく期待できるなっていうのを僕は肌にって感じてます。うん、でおすすめするのが玄米玄米,玄米とぬか漬け、はい、乳酸菌っていうのを取り入れるっていうのもすごくいいですね。うんうん、なんでまあその2つをあのお腹いっぱい食べていただいてもこれはあの問題ないんじゃないかなっていうところでこれは体験談なんで、まあ、ぜひ試していただけばと思うんですがもう一つ、はい、食べたくてしょうがなくなっちゃう理由、うんうん、これは 大きな理由はストレス、はい、ああ<ー>、私すっごい食べ放題とか大好きで<ー>コンビニのスイーツとかもすぐ買っちゃうんですよああ、うんうん、まあご褒美と言いながらストレス発散今日はいいかな <laughs> そう,そうなんでまあここで大事なのがなぜストレスがたまってしまうかと、はい、ストレスを抱えてしまうかとうん、うんね、A さんにとってストレスじゃないこと私にとってはストレスになることもあると、うんはい、ねどうでもいいじゃないそんなことっていやいやそんなことどうでもよくないわってね、うん、思ってしまうような部分もあるとなんでまあそれを解消するためにいろんな解消方法のある中の食べるっていうことを選んでしまうなんでまあそれで食べ過ぎてしまうっていうことは考えられるんで、まあ、ストレスを 貯めないような生活と考え方、もの、はいはい、の捉え方をしていただけるといいのかなというところで、うんはい、まあ、ストレスについてもまた話さないといけないですね。<ー>これね。<laughs> はい、なぜじゃあストレスが溜まってしまうのか。どうしたらばそれをストレスと感じなくなるのか。で、どうしたらストレスをうまく解消できるのか。これ、ちょっとまた。 話していく必要がありますね。人生のテーマです、ねあ。ありますね。うん、またちょっと息吐き切っておきましょうか。はい、とりあえず今回も <laughs>、はい、ね。まあストレスと同時に吐き切っていきましょうか。はい、じゃまずは息を鼻から吐きましょう。はい、吐き切ったらば、えー、吸います。 いきますよ。思い出してくださいね。先週聞いた方は、新しく聞いた方はぜひ聞いてください。吐きます。お腹がへこむほど吐きますよ。で腹筋に力が入っていきます。そして腹がぐーっとへこんでいきますよ。そこで今力入ってるその力を抜いて吸ってください。ファッと。ストーンと空気が入ってきますよ。はい、吐いて、吐く息できるだけ長くストレスと同時に吐き切っていきましょう。 はい、ステファット。うん、はい、楽にね、吐いてください。はい、自然な呼吸で。はい、7月の29日の日曜日、えー、東京グランドホテル、都、え、営、ー、三田線の芝公園から、えー、徒歩2分、えー、そちらにて、えー、座禅とヨガのイベントを、えー、開催いたしますので、ぜひお越しください。 では、えー、本日の、えー、佐藤剛のヨガテラコヤこれにてね、えー、おしまいとさせていただきますはいありがとうございました,ましたこの番組は学びの力で未来をつくる YMC メディカルトレーナーズスクールの提供でお送りいたしました番組へのご意見ご感想ご要望リクエストなどテラコヤアットマーク y m c r i s e c o j p t-e-r-a-k-o-y-a ymc-rise.co.jp まで皆さんのお便りお待ちしております